松本市にあるパナソニックグループの工場が創業50周年を迎え、報道陣に内部が公開されました。50周年を迎えたのはパナソニックオートモーティブシステムズの松本工場です。6万9000平方メートルの広大な敷地に建てられた4つの工場ではおよそ1400人の従業員が働いています。主にオーディオやカーナビなどの車載機器を製造し、国内はもちろん北米やヨーロッパなど世界中に製品を届けています。1台不良があったとしてもですね、すべてそれがこの製品がダメだというふうに思われてしまうので、絶対にですね、品質は不具合が出てはいけないという思いでですね、1台1台丁寧にですね、生産をさせていただいております。この松本に根付いて50年ということで、それをやはり地域の皆様に知っていただいて、もっともっと地域の皆様に貢献できる工場になりたいという思いでございますので、今後は地元の小学生などを招き工場見学を実施していきたいということです。